すればいいってことだよ。そう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 。ちょっと待って。あれ、俊平はツイッチ見れんのかな。俺はどこ行けばいいの。俺はどこ行けばいいの。大学1年生になってもどこ行けばいい。謎めいてるな。どこにいるの。あ、義務ですので始まった。義務です。ちゃんと始まった。あ、めっちゃ普通にジェリーの声聞こえてるわ。ほんと、うん、素晴らしいですね。あれ、ツイッチってこれどうやって共有するんだ。視野か。僕は今見れるんで、これ LINE に、 LINE でいいか。LINE でいいんじゃねえか。 LINE で Twitch のリンク貼って、まあ重量 JP、 BOCW どこにあんだこれ。あった。 LINE でいいんじゃねえか。ああ、入ってますね。やっぱ横長いいな。横長ね、いいんですよ。フォトショップも横長だから、ね、たまらん。そうだよね。これでいいのかな。消えたやん。あいつあれか。要はツイッチで見る。ああ、視聴者の鏡。あれだよな。やっぱ PC に変えたから配信の画質とかクリップの画質は段違いで違うね。うん、その普通に画面で見たまんまの。素人は出て行って、ここからは本物の戦いよ。プレフォーで配信してた時とかマジであれだったからな。ショータイムだ。チンチンやね。アカウント ABC 強くね。え、何やってたの。デジアイスかっこ自分帰り。いや、アカウント ABC 強いだろ。どっち。 SMG もだいぶ強いけど。え、だこ早く行くぜ。あ、っていうかやべ、バンガンなっちった。あ、まあいいけど。さらに回避。暗すぎ。怖すぎ。あ、燃える。いた。テルミットで燃えたんだけど。えぐいて。やっぱ。ようこそ。どうぞ。勝てる。勝てる。勝てない。無理。ちょっと。サーティサーティやばい。サーティサーティ暴れてる。ジェリーのカバー行きたい。どう、ごめんなさい、僕だけ言って死んじゃった。味方によるす。やばい。あ、ひど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 い。あ、だな、リス変わったか。チンチンなんですけど。まずいです。あ、おしゃれ。私に眼力を恵みたまえ。どこ行けばいいんだ。いったー、マジかよ。こんなゼロキル報告だよ。全然当たんねえわ、これ。チンチンよ。ちょっと待って、
のおかげで俺のファンが増えたぜ。遠くからやられるとちょっときつい。あーマジか、コテンパンや。基本級しかしない。あマジ、僕ゼロ級なんだけど。大丈夫、俺もゼロ級なんだ。あっち19キル。何だった、また他でしょ。出るわ。え、なんで当たんないの。いや、マジかよ。チンチン M すぎる。キーマンむずいて。ボロチン言うよ。そんな当ててこない。駐輪してくるんだけど。
波に救われることやっぱりレース中に消えはあくそ何もできんかったこれはひどいジム帰りだったよ、やっぱ強えわふざけてるな、強えんだよああ相場決まってるからふざけた名前、強いあるあるですからねふ終わってるじゃあ、トリオ行きますかトリオ行ける？トリオ、デュオあ、でも金キャリデスマッチかうわおやりてぇおおやりてぇ金キャリデスマッチちょっとやりてぇこの時代オクタにしようそうだねオクタン取られてたんだああああ1440pで配信してるのやばやば1440p60fps で配信してた大丈夫これハイクオリティ iPhone の iPhone 見れるんだっけ最近のでも 4K 映んのか iPhone そうだろうね勝利が待ち受けているとんでもねえまあ携帯で一応 4K まで出力できるけどスイッチがどこまで勝っていくまあでもスイッチは 4K までできるだろうな多分何だよハイエンド PC で一択戦でしょうんサーバーなんて何もいじってねえよあ俺のサーバーかああそういうこと確かに言われてみれば圧倒的に勝てねえあ 240p274 ピンあ関係ないっすあ、でもジェリーが今日本サーバーに飛ばされてんのかやば、めっちゃ強いやつ怖すぎナイスあ、さっさっさっさなんかいるんですけどなんかいるって言われたんだけどアブズルのためにアブズルのために使いますアナッチドドドドドド名前がクセクセおいあアルトゥルかちゃんとあ似たようなもの言ってたかマジで？あそんな子いたのかよ全然見てなかったうんスキャン中弾なくなっちゃったマジああ、いた、来た、来てた目が悪い敵どこ行った？
すごい。ああすごい。その心の刻印。私からの。すごい。頭つけたいか。大パンしたい。パンできる台がないからいいけど。あったらもう。この辺からチクチクやってりゃいいんじゃね。それはそう。当たんねえな。弾が当たんねえな。当たんねえ。ワンワン来た。勝てないんだけど。救急ダメです。感度が高いのかな。高いのかな。ナイスっていうのが、色味が違うでも戦闘中だけかな、なんか今見たらそんなことないけど、どういう状況。次見たときスクショ撮るわ。クリエイターモード。ラウンドゼロって何は、あ、もともとなんか最初ラウンド交代みたいな、あ、それのあれが残ってるんじゃない。そうだよね、なんか今こっちチーム1回か、あ、そうだったよねっていうか最初、うん、なんか2ラウンド30キル2ラウンド選手、そうだったよね。そう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 、でも50キルは
ワンちゃんになったんだ。そう、タグが原神のまんまで草な。その点 YouTube いいんだよな、なんか勝手にゲーム判断して変わってくれるからさ。めっちゃ便利や。まあ配信ってなるとそういうわけにはいかないけど、その配信もアーカイブに残るときにゲーム勝手に読んでくれる。そういうのあんの。魔法少女。魔法少女行くなら勝ちだろ。自分の感覚を信じれば勝利に恵まれる。新作の切り込み隊長とは俺のことだ。行くぜ。うわ、オルトネーター開始。ウリ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 、ゴツ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 。周囲環境をマーク中。はい、ファーストブラッドされました。あ、やばいです、やばいです。やられるんだぜ。最近グミサプリをさ食べ始めてさ。グミサプリ、なんかグミでビタミン C とかを取れるようなやつ。はい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 。でそれって良さそうよね。そう、めっちゃいいんだよ。でもなんか一応目安1日2個まで。はいはいはい。なってうますぎて止まらない。絶対体に悪い。グミですね。そう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 。重すぎる。ビタミン系だからやっぱりなんかその柑橘系の味が入ってるんだけど。たまらないんですよ。はあ。どうも負けた。ああ。本格アイゼン。首絞めせっかいんだけど、結構なあれを持ってますね。
バウン。ナイスカバ。忠告だ。バウン。大屈な戦いをしてるからあっさりやられるんだぜ。取り手だ。取り手が2つか。取り手2つか。取り手取り手弓。やめて、タグしてやれよかったか。おいしい。えいえ、いる、正面、ナイス、ナイス。あれ、まだいるよ。正面、降りてきた。いや、僕だよ。無理。あ、よし、なんで、なんで、もう、あ、なんでスキャンしたの。やばい、G が押せねえ。エリアスキャン中。退屈な戦いをしてるから自分はやられるけど、おもう一人いるんだな。私は死によくするの。おバカは上乗ったか。お前のやつどうしよう。みんないんだよ。あ、上の下降りた。あ、ミッションみたいなやつ。ああ、はいはい、あの辺は結構クリアしてんのか。いや、全然多分やってないんじゃない。ほんと多分この配信自体割と、ね、割となんか毎日レベルで放送してるから、共に歩もうクリアしてそうだなと思って。あれ毎日、ああ、多分ど、そうはね、初めてプレイはやってた。勝つ準備は OK だ。最初は多分やってたと思うけど、途中からもう好きな音楽かけながらまったりやんの、思考すぎて。
そうなんだよね。いいかな。飛び降りるのはそれからだ。ここに着地するのがいいと思う。戦場はこの下だ。遅い。正面どうする戦う。でも2倍でしょ他。今日来ると思うんだ。あ、後ろかも。気をつけろ。うわ、来るかも。残り45秒。生身の足で戦ってるんなら急ぐんだな。ちょっと待ってよ。逃げましょう。ですです。トンズラトンズラ。釣りや。なんかある。リングが閉じるぞ。自分を追い込むのは好きだが、こいつは急いだ方がいいんじゃない。すげえチラチラすんな。なんだろう。私に眼力を恵みたまえ。蘇生入った。わ、サーティーサーティーや。またか。新しいキルリーダーがアクティブだね。多すぎ。ケアパッケージ交換。シールド発見。レベル2だ。エリアをスキャン中。間違えたよ。バレルスタビライザーを発見。あ、いや、もっとレベル2だ。あれ、バレルスタビライザー持ってない。でかい。部隊の半分。半分しか。左後ろやな。シグナルが出せない。あ、これか。誰かがここを通ったようだ。います。はい。え、あ、それか。周囲環境をマーク中。消えた。降りた。あっち行った。一人だけ。蘇生入ったやつが今のやつかな。なのかな。さすがにそうか。あれか。敵発見。見逃してやろうぜ。え、弾飛んできてる。弾飛んできてる。調子乗ってる。なんだあいつ。あいつ。勝手やり。
キャン中。挨拶。挨拶かな。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダー。カラスがあっちの方行ったぞ。目標発見。敵はあの方角。スコープを発見。近距離用だ。ああ欲しい。おお。ニーブラ。エリアをスキャン中。調査ビーコンでスキャン。スキャンされちゃったよ。さっきのやつらやってんな。誰か陣地に侵入してる。待ってた。敵いない。敵いないかどうか分からんけど、多分いない。多分いない。ここも空いてないね。ね。もうなんかここだけ空いてる。あ、本当だ。謎の奥空き。変わってるね。エリアをスキャン中。よし。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。レプリケーターを輸送中です。上空にレプリケーター。中の方は空いていると。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。私に眼力を恵みた。私のだ。拾ったな。逆に俺カービンと出会わないな。カービン見てないな。なんでやろうな。あ、青メットあったわ。うわ。ヘルメットを発見。レベル2だ。F1 が押せない。拡張ヘビーマガジンを発見。え、てかカー多すぎじゃん。多すぎる。注意環境をマーク中。いやんなっちゃう。うわ、まずいね。まだまだまだ。マジか、ナイスです。敵を確認。全然ここ合ってない。ごめん。やべ、回復遅すぎた。マスプレデター。まあ、ライトアームがあったぞ。まあ、23ダメージ。まあ、あんな、あんな謎の襲われ方して。なプレデター大変やんけ。なんで。でやねん。え、なんか電話かかってきた。ちょっと待って。おはよう。
近の仕事の状況もあって、
俺が数日ちょっと早く入ったまああと俺のビザ上俺はあのガチのフルタイムっていうか正規契約になれないからはいはいはい、はい、まあ、うん、そこは逆に心配しなくていいからいいと思うんだけどそのスウェーデン人はその6ヶ月の使用期間、うん、あちゃんとがあったら、うん、そう使用期間明け6ヶ月以降はもう自動的に正社員になっちゃうね、うん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 、だからそうするとそのなんつうの、まあ、切ったりもできにくくなるし、うん、でも会社は会社で今削減しないといけないところがめちゃくちゃあるからだからその、うんもうそろそろあなた今6ヶ月になるから自動的に正社員になっちゃうんだけど、うん、あの今うちの会社的にはちょっと払えないからどうするみたいな感じになってちょっとまあでその人もさ息子もいたりするからさあまあそう給料もらえないんだったらちょっとねっていう感じになってで1ヶ月後ぐらいに辞めることになったんだけどあそうなんだ俺としてはまあ俺はさそもそも正社員になれないビザだから、うん、なんか逆に言うと今みたいにこう週一で使い続けてもいいわけよ会社が、うんうんうん、法律に守られてないから俺はそうかだからまあそういう意味でも俺を切る理由はあんまりないんだけどそうは言っても俺より仕事をまできてるとか要は普通になんか問題があった時にさ現地のじゃあ例えば配管工を雇うとかってなった時に電話したりするのそいつなんだよはい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 そういうのって、まあ、俺にはできないわけじゃん。まあ現地の人でやった方が話は通じるもんね。そう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 。だからそいつをやってんだけど、要はその辺見たりすると、まあ、確実にその、うん、なんその生産効率とか生産効率ってなんていうの、その会社にどんだけ貢献してるかで言ったら、俺よりそいつの方が貢献してんのに、俺より遅く入ったがゆえに、はいはいはい。そいつがまあ首切られちゃって。わあ。めちゃくちゃ耐えてる会社にそっか俺の友達ゼロ人になるのかってなるとちょっとなんかそれもそれで嫌だなそうまあそいつとは普通にねずっとそのまま友達だと思うけどそうは言ってもなんかそこでわだかまりというかあれができんのもああまあはない一応ないんだけどむしろ俺が気にしてるぐらいの向こうはまあまあまあそういう感じで言ったしチェリーが切られない理由はその正社員になれないビザで来てるから切る必要がないから切らないだけでうん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 分かってるんだけどで俺もそれは分かってるとはいえなんかそういう背景を申し訳そう申し訳なさあるんだよ、うん、俺なんかが残ってんのにいやだなぁ、まあ、逆にその、まあ、首切られたって言ったけどその一応交渉をしようとしててそいつはだ俺みたいに、うん、あのもう一回契約を切ってでまた非正規雇用で最初から入って、うん、で、まあ、完全に毎週5じゃなくてもいいから例えば 50% ぐらいとか 30% ぐらいでも働けるんだったら別の仕事もそのなんつうの例えばじゃあ 70% とか 80%、うんまあ、50% ぐらいの仕事をすればさ一応トータルでフルタイムみたいな稼ぎ方できるからああなるほどそう一応それを交渉しようとしてるみたいだけど、まあ、それで残ってくれりゃいいけどでもね結構今今週というか今週の月曜日ぐらいに一気にアナウンスが入って、うんまあ、非正規雇用だった人がもろっともう本当非正規雇用の人でもうすぐ正規になりますっていう人もろっとみんな消されてわおだいぶえぐいでもこんな状態じゃ多分俺の仕事戻んねえんじゃねえかなって思って確かにもともとだってさ2週間くらい仕事ないよって言われて、ね、年始ぐらいで2週間仕事ないんだったらまあ別に俺は休みとしてから年末年始の、ね、休みだって思えばいいやと思っていたのに、うんうん、もう気づいたら3ヶ月ですあらそうかそうだよまあ
仕事ないって、まあ、完璧にないわけじゃないけど、まあ、でもないようなもんみたいな。そう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 、全然給料半分以下ですみたいな感じだからさ、ちょっと話違うじゃんってなってきて、昨日今日とか仕事探してたんだけど、もうそしたらね、そのギリシャのやつか。そうそうそう、ただオペレーターをやりたいか、まあ、やりたいかどうかじゃないんだよね、もうもはや。もうでも金を稼がないといけないよ。もう何かを手にしないと、何も助けられる人が近くにいないもんな。本当に。だからもうのたれ汁しかないぞ、ジェリー。もうまあね、すまん、やめるわっつって、やめて1週間後ぐらいにギリシャ行くっつって、ギリシャ行くかもしれない。とんでもない。ギリシャ、でもスウェーデンからギリシャって近いの？近くはねえか。いや近くはねえな、遠いよ。飛行機でも嫌だな、7時間とかで。だってギリシャって、まあ赤道直下とは言わないけど、イタリアぐらいしかなくて。そうだね、うん、わお。あ、なんだこれ。どうぞ。あ、そうなるとね、地中海。あとはそれこそ、じゃあ逆にギリシャでどれぐらいもらってたら暮らしていけるのか、問題なく暮らせんのかとか、そのギリシャの治安とか。じゃあその会社に引っ越さなきゃいけないんだったら、その会社の周りの治安はどうかとか、いろいろ調べて、まあ、ワンちゃんいいなって言うんだったら、まあ別になしではないんだけど。いやー、ここら辺も怖いよ。トルコは近いんだ。おお、そうね、ほぼアフリカやん。ほぼアフリカですよ。もう真下リビアとエジプトじゃん。うん、アラブ首長。でもギリシャね、まあ、ギリシャ行けばイタリア旅行とか行けるんだ。秒で行けるね。海渡って行くのか。ローマ、ナポリ、アテネ、ベネツィア、エンジア。わお。フィレンツェ、フィレンツェ、ミラノ、うわ、マルセイユ、モナコ。モナコって国だよね、違うっけ。モナコ、モナコ公国だっけ。ああ、あるね。違うっけ、モナコって国じゃないっけ。ああ、独立都市国家。ああ、高級カジノやヨットハーバー、年に一度モナコ市街で開催されるモナコグランプリで知られています。ああ、あれか、ベネツィア共和国みたいなのか。ちっさ。モナコどうなの。モナコ日本庭園、なんやそれ。めちゃくちゃ綺麗。やば。やば、これめっちゃ綺麗。ギリシャ、アテネ。アテネ綺麗だが。でしょうね。やばすぎ。アサクリやん。アサクリオリジンじゃねえか。ああ、そうか、アサクリってこういう感じのあれだよね。うん、あれオリジンだよな、確か。うまい。オデッセイ、あ、オデッセイの方か。オデッセイだ。オデッセイ。オリジンズはエジプトの話か。うん。オデッセイが確かギリシャ、どっちか逆だったかもしれないけど。ありだな。あ、ギリシャあれなのか。サントリーニ島。なんだっけそれ。あの真っ白い外観の家が立ち並んでるやつ。ああ、あの白と青みたいな。そうそう、白青赤黄色三原色で。はいはいはい。ここ、そうか、ギリシャか。ポセイドン神殿。ギリシャ神話。神になるか。うまいね。いいぞ。いけるな。パルテノン神殿。ゼウスに会いに行くか。俺がゼウスだ。あ、
きいでしょ。なんかヨーロッパっていいな、ずりーわ、どこ行っても映える。それあるよな。いいのいいの。そうですか。そうですか。そうですか。はい。まあ一つの候補として、ギリシャは、他の候補した会社はなんか連絡来るの？そのギリシャみたいな。あ、まあ来る可能性もあるし、来ない可能性もあるしって感じよな。来ないとなんかあれか。あ、もう来なかったらもう、もう縁がなかったと。うん。ジュージュウェルプレイって感じ。でもね、かと思いきや3ヶ月後ぐらいになんか来たりするんだよね。タイミングが。仕事あるわなみたいな。もう3ヶ月何もなしでいろっていう話かお前はみたいな。遅いね。うん、本当に。何しとんねん。どうします？もう一回やります。最後一試合やりますか、なんか。何でもいいですよ。何でもいい。ストーン、なあ、ストーンポイントか。チームデスマッチで。うっす。あっす。今日何の映画見よっかな。ホラーみてえな。ホラーか。昨日 SF 見たからな。ああ。おとといか。おととい。ジャンルおとといだな。どうしよう、共に歩もう。キモいよな。力強く戦え。一日12時12時間だよ。休み1分が30秒や。頭おかしい。結末を変える。1分は30秒ぐらいなのに、1時間は10分くらいの感覚だね。時間が合わねえな。うん、じゃあ半日は2時間くらいの。もう10え半日が2時間終わってます。終わってます。でもね、シンプルにね、寝る時間が遅いプラス、注意環境をマーク中。あ、これ死んじゃうかもね。あ、それまずい。
ナイス。上に打ち込無理です。Oh my god.家もんや。
入れ食いすぎるで。めちゃめちゃ中二病みたいな名前だけど大丈夫。たまにいるよね。人の倍速い。手も使って歩いてる。シャーかな。ニュータイプです。ニュータイプか。ダークサイドオブフェイト。アシスト。アシストキングなんだけどいつも。7アシスト。強すぎる。にゃーん。キルに出来ない男。カバーオンカバー勝ちてえな。勝ちてえな。勝ったねえと割れねえよな。当たり前だよな。ちょっと奥さんじゃなくてシューズでやっぱ嫌がらせるステージによるんだろうけど。それはでもあり。パーティークラッシャーでしょ。こんなんボコボコボコってやってりゃいいやん。嫌がらせするのなんかある。なや、アッシュリー、アッシュ使おう。ねえ。いやでも、バカ強い。カメラは変わらず親父からもらったアルファ6000。アルファ6000。ソニー。ソニー。ミラー APS-C の。APS-C。うん。ミラーレス。ミラーレス。うん。変わらずです。あれってさ、撮ったらさ、ほう。情報みたいなやつでさ、ほう。その見れんの。F 値がこれで ISO がこれでみたいな。ああ撮った後も見れるよ。
ないの？いや、わかんない。味方がわかんないのか。ありそうな気がするけど。カメラの割と。カメラ上で見ればいいのかな。でもあれじゃない、普通にライトルームとかで読み込めば情報で後で見れる。本当？ライトルームを撮った写真の F 値とか情報は見れるはずよ。あと何のレンズで撮ったとか、ボディが何なのか。まライトルームはそれ全部。情報ってどこで見た？右下の右クリとかアイコンみたいな。右下の、あー情報、アイこの人か、う見れるくない？見れる見れるだろ。ご質素晴らあ、マジか。激アツすぎる。激アツすぎる。激アツすぎる。今まで撮った俺の気に入った写真、何で撮ったんだろうなが全部わからんちゅうことか。せやで。だからそれを見ながらインスタに投稿するようなやつを書いてたんや。熱いです。熱いです。今日一高まった。あれ？どうだ？なんでやろな。一回パーティー開発するか。ああ。これでいいじゃん。ペンタ ISTT はあれだな。ペンタックス。うん。俺の初代パソコンじゃねえ。初代カメラ。あれだな。ISOと。シャッタースピードしか出ねえ。ISOとシャッタースピード。おお。あ、でもレンズがあれだからか。オールドレンズで。あ、F 値出ないんじゃない？そしたら。うん。だ、俺がカチカチしないといけないから。そう。なるほどね。あ、俺もオールドレンズのやつは F 値出てねえわ。ISOとシャッタースピード。35mm、52mm とかちゃんと出るんだ。そうね、ごいっす。ズームレンズもなんか細かい一桁まで出るよの F3.8 3.8 の ISO 3200でこの暗さ60分の1ですごい、ね、あれめっちゃ明るくなるはずなんだけどね、それ。うん、真っ暗。うん、なんで俺が聞きたい。どうして？これでも3200か。3200の割にはノイズってんだよな。ISO 3200でノイズ入るのか。さっきちょろっとだけライトルームを配信に載せようかとしたらさ、うん、なんかメインの写真だけ画像映んなくて、え？下の写真の何？他の写真のあれは映るんだけど、メインでいじってる写真だけ映んないんだよね、なぜか。何の対策なのあれは。不思議な。え、それあれ？その画面をキャプチャーしてんのか、それともライトルームをキャプチャーしてんのか。画面をキャプチャーだね。ウィンドウキャプチャー。それでダメなんだ。ね、不思議だよね。あれウィンドウキャプチャー？ウィンドウキャプチャーだと映んねんねっけ。ディスプレイキャプチャーだったら。あ、何でやってるか分かんないけど、 OBS、 うん、そうだよね。 OBS ってなんだっけ。画面キャプチャー、画面を無条件でやるときってどれ使うんだっけ。画面キャプチャーか。画面キャプチャ
あ、画面キャプチャーにすれば映るんじゃないか。あ、画面キャプチャー映るわ。うん、画面キャプチャーは割と無条件で、無条件で何でも映してくれんの。そう、映っちゃいけないやつも映っちゃうけど。まあそうだよね、消そう。そう。あぶね。でも俺基本的に配信するとき画面キャプチャーだよ。あーでもそうだ、他のゲームとか切り替えるとき楽だよね、どっちも。そうそうそう。とかあと雑談とかしてるときに、あ、結構そのディスコとクロームを行き来したりするから、うん、はい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 。まあ普通にディスコとクロームを死因分けすればいいんだけど、その日何やるか分かんないじゃん、まず。そう、ね、雑談とかの時って。確かに。そうするとさ、ほらその都度作んなきゃいけないから、めんどくさい。そう、一旦抜けて。あ、ダメだった。まだできなかったんすよね。マジ。あれれれれ、できた。いやーでもカメラちょっと楽しくなってきましたね。カメラ楽しいっすよね。熱がやばいっは。アシストして、うん、どうしよう、共に歩もう、力強く戦え。ちゃんとここで今日は1トローだったら全然マニュアルでいいんだけど、うん、スタップでしょ。例えば俺、そう、富士山登った時とかさ、おうおうおう、1日時間止まってらんないじゃん。そもそもメインは登ることだからさ。まあ歩い立ち止まるなんてことはあまりできない。しかも人がいるとなおさら普通になんか邪魔になるっていうかさ。まだまだ上げるぞ。だからまああんま立ち止まってしょうがないし、まあ止まれば止まるほど俺も疲れるから、まあサクッと決められるマニュアルとかでやってたけど。
ちゃ燃えてるわ。何だこれ。あー、死んだ。俺の炎だから大丈夫。あー、テルミット。ブート使ってさ。おお。あっち閉じ込めたのにさ、あいつ気合で食らいながら、食らいながら近づいてきや。あいつ根性あるな。死ぬかみたいな。もうそれほどジェリをやりたかったよ。ああ消えがちぎ左挟み撃ちできる、挟み撃ちできる、挟み撃ちじゃない、そもそも敵だった2人とも。おやべえって俺どこ行った。なんでやねん、なんで僕でシコシコしてんのこいつ。されてます。Yeah, that's the story.
方の奥さんも死んだ。悪いけど久しぶりだね。ちゃんと強かったじゃん。フルーツサラダ。健康志向。でもまああれだよね。負けは負けですから。今日は負けです。やばい、大丈夫かな。音が。全然。大俊平は配信見に来て早々寝落ちしたのかあいつ。ああ、そういえば伸びたやん。生と死の狭間でこそ生の実感が得られるもの。視聴者いっぱい。俺は今なんか一応見てつけっぱなし。よし、頑張る。頑張る。武器。うわあ、そういう感じか。フラットラインか。気を打たねえか。おら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 。でファーストブラッド食らうっていう流れありがち。見たことある。エリアをスキャッチ。何チーム。強い。全然いないやん。
おお、なんだろう。出していい声じゃない結構高音だったよ、めちゃめちゃ高音、フォルテしようかな、気持ち悪い、やばすぎやろ、なんでや、せっかくのチャンスを逃すなんて、やっぱり初心者、やべ、ウィングマン武器変えようと思ってたのに、やん、マジ？めっちゃ当てるやん、めっちゃいるわ、じゃあ行くぞ、あ、どこ、どこ、地獄みたいな構図やろ、なか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 、やばっ、待って、もう一人来た、やったなんで思いついたの？うわぁ、なんでやねん、あら、ここで変えられないのか、まあ、変えられねえや、ダメですか、あと10キルダブルスコア、やったー、圧勝だーい、あー、これ、このゲームいいよな、リングマンで修理だろ、一生使いたくないゲームやった、あ、やだ、こっちやった、おっぱおっぱ、かんだのか、これの上になんかいる、やっとったや救急に変えちゃうもんね、いいもんね、これだね、オクタン気楽でいいわ、
なんでやねん。早くやれよこのオクタ。めちゃくちゃや。オクタン。ゴー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 。やばっ。やべえな、あのレベル。やるじゃん。アシスト終わってます。うわ、3時16分だ。うわっ。